2014年ヨーロッパフィギュアスケート選手権は2014年にハンガリーで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟によるヨーロッパ各国の選手を対象とした選手権大会である2013から2014年シーズンのヨーロッパフィギュアスケート選手権。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス種目が 2014年1月13日から1月16日にかけてハンガリーブダペストのシーマホールで開催された。ハンガリーでの開催は2004年大会以来10年ぶりである。男子シングルではハビエル・フェルナンデスが2年連続2度目の優勝。女子シングルではユーリア・リプニツカヤが史上最年少の15歳で優勝。カロリーナ・コストナーは女子シングルでは 最多の9年連続でメダルを獲得、獲得数でも最多のイリーナスルツカヤの9個に並んだ。ペアではロシアが2年ぶり4度目の表彰台独占。アイスダンスではアンナ・カッペリーにルカラノって組がイタリアのカップルとしてはバーバラ・フーザルイコール・ポリ、マウリツェオ・マルガリオ組以来13年ぶり2組目の優勝を果たした。国際スケート連盟に加盟するヨーロッパ各国の フィギュアスケート統括団体に対し出場枠が与えられ、前回大会の結果により、種目ごとに1名から3名と決められた。複数の出場枠が与えられた国は以下の通り、出場のために最低技術点が設定されており、当該シーズンと前シーズンの国際スケート連盟の主催する大会で、ショートプログラムとフリースケーティングの両方で、クリアしていなければ出場ができない。 男子シングル女子、シングルペアアイスダンス、ありがとうございます。